こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、お買い物はその80、帰宅後の買い出しという話です。1週間ほど日本に行っておりました。戻ってきますと当然、食材がなかったり、また、郵便局のポストがいっぱいだったり、そしてね、湯沸かし器が止めてあったりと、いろいろやらなくてはいけないことがあります。今日はね、そんな内容をご紹介したいと思います。映像の方はいつものようにコストコなんですけれども、来る前にですね、冷蔵庫の方はかなり、腐るようなものはですね、うまく処分して、あるいは、料理してしっかり食べていってということで、冷蔵庫の中はね、もう結構スカスカの状態で、日本の方へ行きました。ですのでね、今週1週間、食材なしというわけにはいかないので、着いた日にね、買い物の方へ行っております。まあ、いつもね、ご紹介している通り、牛乳が足りなかったり、バナナが足りなかったりと、そういったものをね、いつものように買いに来ております。飛行機の方は午前中に着きましたのでね、午前中、もう昼に近かったですけれども、まあ、この時間に買い物に来たということで、比較的空いてるような感じですね。そんなわけでね、いつも買っている食材の補充ということでね、まずはいつも来ているコストコの方でね、今週1週間の食材を、まあ、ある程度買いました。まあね、日本滞在中たくさんものを食べましたのでね、これといって何かどうしても食べたいという、そんな気分ではないんですけれども、とはいえね、ちゃんと買い物をしないと、今週1週間食材持たないのでね、こちらに買いに来たと、そんなわけであります。そしてね、次に向かったのは、いつもの通りご紹介しているコリアンマーケットですね。こちらの方がね、お野菜はね、お安いのでね、どうしてもこちらの方にね、来る回数は多いかと思います。まあ、買うものといえばね、まあ、白菜だったり、もやしだったり、キャベツだったり、そういったものをね、買って、まあ、今週1週間何か作るのにね、必要な野菜をということで、こちらの方に買い物に来ました。だいたいですね、こちらで買うとすれば、まあ、もやしとか、まあ、先ほど言ったキャベツとか白菜とか、それからあとさつまいもですよね。そういったものをね、こちらでよく買います。まあね、中に入ってみてお買い得品があれば何か買うという、まあ、そんなね、買い方をしておりますが、いつもね、ここではね、スムージーを作るケールを買っているんですが、どうも最近ケールが不作なんですかね。小さくて高くてっていうね、何やらね、まあ、この時期しょうがないのかもしれないですけれどもね、そういったものをね、買って、コストコでバナナとか買いましたし、あ、そうそう、セロリもね、こちらで買っております。非常にお安かったですね。それでスムージーを作っています。
そしてね、今日はねちょっとこれ買いたかったなというのは、まあいつもご紹介しているサバですね。ノルウェー産のサバをねちょっと買って、またちょっとね DHC の補給にということで、一品圧力釜でね、煮るといった、まあ、サバの、まあ、味噌煮ではないんですけどね、まあ、醤油煮という形ですね。そういったのをね買いました。そしてね、買い物が終わりまして、次に向かうところはポストオフィスです。秘書箱を借りてますのでね、やっぱり1週間とかそのぐらい置いときますと、いろんな書類が入っていて、これがですね、あの秘書箱のサイズが一番小さいのを頼んでるんですけれども、オーバーしてしまいますとね、別に保管料つって、まるで罰金みたいに取られちゃうんですよね。ですからね、結構こまめに取りに行かなくてはいけないという、ですからね、あまり長い時は、まあバケーションホールドというのをするんですけどね、あの自宅の方はですねバケーションホールドしました。これしとかないとね、もう明らかに家にいないというのがバレてしまいますので、自宅の方はちゃんとバケーションホールドしまして、今日戻った時にはね、全部まとめて、来ているという状況になっているかと思いますね。なかなかねアメリカで、ちょっと留守宅を作るというのが結構難儀でありまして、何かねちょっと泥棒に入られても困りますのでね、あれやこれやといろいろね対策を施して出かけなくちゃいけないということで、非常にね大変であります。さてね、これで、自宅の方に戻るんですけれども、着いた瞬間にねやらなくてはいけないことがあります。それはね、湯沸かし器なんですよ。で1週間あげるとね、口火がつきっぱなしっていうのがすごく不安なもんですから、私は必ずオフにして出かけます。でも今度はねそれをねオンにしてちゃんと運転の状態まで持ってかなくちゃいけないっていう、結構これが難儀なんですね。でオフの状態には簡単にできるんですが、パイロットの位置にして押しながら口火をつけてですね1分間ホールドして、でこの穴からですねちゃんと火がついたかどうかを確認した上で運転ということで、温度に、何種類か設定できるんですけどね、我々は、ね、一番暑いところに設定します。で、ね、うちはあの暖房はねもう最初からも止めちゃってあるんですが、暖房も同じくてね一年中口火ついてるんですよ。これがねアメリカの家ね最初来た時ね、怖いなどうしようかなって本当ね悩んだところですね。そんなこんなのお買い物はその80、帰宅後の買い出しという話でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。